前回のおさらいです。1年前期では6割の生徒を留年させた驚異のハンガリー医学部解剖学試験、厳しい試験官を前に口頭試問を行い3教科同時に合格することが進級の条件となっています。チャット GPT、ノーション、暗記などのアプリを組み合わせて積極的に活用しながら膨大な知識を詰め込む地獄の試験をなんとか乗り越えようとしています。前編ではそんな解剖学試験に挑む1週間の最初の4日間を収めたので、今回の後編では最後の3日間と試験当日の様子をお送りします。果たして無事に進級を果たすことはできるのか。それでは後編スタートです。皆さんおはようございます。 Day 5 です。時刻は9時過ぎです。今日含めてあと3日間勉強してテストになります。まあ、この残り3日間で、できればもう1周全部して最後覚えきれてないところを詰め切るといった内容になります。今日も全力で、頑張りたいと思います。頑張るぞ。ヒストロジーとか自分が作った暗記を、ひたすら周回してるんですけど、2週3週としていくにつれて定着してるのを少しずつ感じてきてます。まあ、やっぱりどうしてもね、絶対1周じゃ足りないんですよ。まあ、自分めちゃめちゃ何周もするのを結構大事にしてて、まあ、科学的にも根拠があって、あの勉強の基本ってスペースレペティションとアクティブリコール、この2つが本当に大事です。もう海外の医学部系 YouTuber とか もみんな言ってますし、まあ、この研究結果もいろいろ出てるので、まあ、簡単に言うと適切な感覚で反復して能動的に思い出すっていう、そういったプロセスで人間の記憶っていうのは定着していくので、例えば1週間かけて1周目で全部完璧にしようって思いでめちゃくちゃ時間かけて1周するのと、短い時間しかかけられないけど同じ量1週間で2周するっていうのを比べた場合、この2周した時の方が圧倒的に記憶の定着っていうのはいいんですよね。なんでかっていうと、まあ、1週間の最初の方にやったやつってのは多分ほとんど2日3日したら 50%、60% ぐらい、実際忘れてしまうのが人間なので、まあ、なのでそういった面で、できるだけ忘れきる前に、もう一回見ることによってさらに記憶が定着していきます。有名な忘却曲線のあのグラフにも沿ってると思うんですけど、そういった形でできるだけ試験前は、まあ、最低でも3週、まあ、できれば4週5週と、いった感じでやることを意識しています。ということで続きアウトプットしながら夜まで頑張りたいと思います。実質2日とちょっとしかないので、もう脳に染み込ませる勢いで最後頑張りたいと思います。これ本当に何がきついって、やっぱり3教科同時に合格しないといけないっていうのがやっぱ結構きつくて、つまりその3教科同時に全部頭に入ってないといけないっていうので、結構やっぱ教科ごとに受けるのとまた全然その量が半端なくて、しかもオーラル試験だと線学期の範囲からも全然聞かれるので、もうちょっと復習とかしてると結構ね厳しいですよこれ。まあ道理で留年が多いわけなんですけど、マジでこれやり抜いてる人マジでみんなすごいと思います。本当にきついけど頑張る。これを2日半頑張れば試験が終わったら夏休みなので、もうそれを唯一の楽しみとして最後頑張り抜きたいと思います。頑張ろう。あーきつい。よし、やった。1時40分です。これ気づいたんですけど無理だ無理すぎるマジで、脳のキャパ超えてます。しかもおかしくなってきてちょっと笑えてくるんですけど、もう何周目だよっていうぐらい回してるんですけど、まあ、少しずつこう抜けていくというか、入れては抜けて入れては抜けてを繰り返してて、そのなんでかって言ったらもう量が単純に多すぎて、まあ、その全部の細かい情報まで覚えようとすると脳のキャパシティ超えて覚えらんないっていうマジできつい
ある程度ちゃんとメインポイントというか大事なところをちゃんと言えるようにできる限りのことをしていくっていうことしかできないですね。マジで、うん、学期中も毎日 12,3 時間ずっと勉強して、もう試験期間もこんな感じで毎日のように15時間ぐらい勉強して、それでも受かんなかったらもう無理や。もう自分を褒めたたいてあげたい、こんなに頑張って。いや別に頑張ってることが偉いとかじゃないけど、いや自分の中ではベストを尽くしてるんで、ここは自分を認めてあげたいです。はい、ということで Day5 お疲れ様でした。それではおやすみなさい。もう無理だあ、疲れた。おはようございます、 Day6 です。ベストの音が近づいてきました。ここまでの努力が報われるのか、果たして。不安に押しつぶされそうではあるんですけど、気持ちに負けないで頑張りたいと思います。あと2日だよ、今日と明日頑張れ、もう受かれば。はい、もう食べられました。1時1分です。来て来たよ。頑張ろう。頑張るしかないよ、きつすぎるでしょ。てかもう本当にこれ信じられないのが、これまだ1年生っていう、それでここまできついっていうのは結構半端ないですね。よく言われるように海外の大学入ってからが本当にきついので、アメリカの大学に行った時もかなりきつかったんですけど、ちょっとここは桁違いですね。いやー、これ普通に日本から高校卒業して普通に来てやってる人たち本当にマジですごいと思いますし、それぐらい大変です。マークだけですでもしょうがないので、とりあえず、午後も頑張ります。まあ、しっかりと当日ベストパフォーマンスできるように、最後詰め切れるだけ詰め切りたいと思います。それでは午後も頑張ります。慢性的な疲労が溜まってきた。もう毎日死ぬほど勉強してて、ちょっと頭がきつい。爆発しそう。お味噌が溶けるのを感じる。ちょっと少し眠気にも襲われてきたので、ちょっと一旦カフェイン入れたいと思います。しんどいよ。ここまで準備できたって感じれないテスト今まであんまりなくて、これ本当にトピックによって落ちるかもな。なかなか本当に厳しいテストだな、これ。通りでめちゃめちゃたくさんの生徒を留年させるわけですね。本当にやばいんですけど、もう一旦ご飯食べて、ちょっとまた夜遅くまで多分ちょっと頑張らないといけないなと思う。頑張りたいと思います。やばい、ここまでます。今日パスタを作りました。美味しそう。いただきます。これ大変だわ、マジで。1、2、3年生が考えると大変と言われてるんですけど、本当に大変ですし、これまだ全然続くってなるとちょっと結構精神的にきますね。皆さんどんなイメージハンガリー学部に対して持ってるかわかんないんですけど、割とこう舐められがちというか、日本の医学部行けなかったやつが行くんでしょうみたいな、そういった方も一部あるとは思うんですけど、これみんなやってるんですよ。これが全然将来どういう風につながるかっていうのはまだ今の自分には分かんないですけど、めちゃくちゃ大変大変って言ってますけど、めちゃくちゃ鍛えられるし、もうめちゃめちゃ学べる環境だとは思います。なので、まあ、これを見てちょっと怖がってしまう方もいるかもしれないんですけど、しっかりと覚悟を持ってくれば緊急卒業は、まあ、しっかりいずれできると思うので、ぜひ勇気を持って、ハンガリー学部を
目指す方が増えてくれれば、自分も YouTube やっててよかったなっていうふうに思います。もしチャンネル登録まだの人がいたら、ぜひしてくださると嬉しいです。ぜひ応援よろしくお願いします。よし、やろうやろうやろう、よし、頑張ろう頑張ろう頑張ろう。ということで、時刻は1時です。今日は、14時間半勉強、達成です。まあ、ちょっともうちょいやりたいところではあるんですけど、あさっての試験は、ちょっと朝早いので、まあ、もうすでに夜更かしであるんですけど、ちょっと遅くなりすぎないように、ここら辺で終わりにしておきます。もう泣いても笑っても明日だけです。ここまでやってきたことを信じて、気持ちで負けないで絶対に受かるっていう気持ちで頑張りたいと思います。じゃあそれでは Day6 お疲れ様でした。おやすみなさい。明日で最後。いやー、頑張ろう。おやすみなさい。はい。おはようございます。僕は8時45分です。Day 7。テスト前日です。いよいよ今日が、最後になります。ついに終わるのか。一瞬でしたね、このセメスターは。本当に1学期よりすごく早く感じて、まあ明日無事受かれば今学期も終わりで1年生が、終了となります。この1年間、まあ、YouTube を始めてたくさんの方に見ていただいて、自分の中でも、ずっと夢だった医学部での勉強をスタートして、本当に怒涛の、日々を過ごしてきました。まあ1年あっという間でしたけど、本当に1年でここまで学べるのかっていうぐらい勉強に挑戦して、すごく、まあまだまだ全然これからですけど、1年前に比べたらかなり知識も身についたと思いますし、これからの、ベースを築けてきたんじゃないかなというふうに思います。まあ明日の試験、実際当日になってみないと結果がどうなるかはまだ分かんないですけど、今日、1分1分できること最後やって、あとは当日のパフォーマンスと運にも、かけたいと思います。ここまで最大限やることはやってきたので、絶対大丈夫だと信じてます。頑張ろう、終わろう、終わらせる、絶対に明日で、絶対に終わらせよう。じゃあそれでは最終日頑張りたいと思います。はい、ということで6時半前なんですけど、まあ今学期ですね、ずっと結構アナトミーのこの3教科には割と時間をかけてきたので、まあ、学期中に、大体全体は一応2周はしていて、試験期間始まってから大体全体を4周したので、まあ、全体で6回ぐらい同じ内容を繰り返し復習しているということで、まあ、かなり理解は深まってきてるかなっていうふうに思います。まあ新しく1周するたびにやっぱり新しい発見っていうのが毎回あるので、まあ最初の1周はね、新しいものを学ぶフェーズなので、そこは結構時間かかって全然覚えるまではいかないんですけど、まあ2周目してこうやっと全体的な概要をつかんで、単要集して、まあ必要な言葉とか覚えないといけない部分っていうのが、明確になってきて、最後の5、6周をかけて完璧に持っていくといったような、流れですね。まあ少ない周回数で点数取れたらベストであると思うんですけど、もともと地頭がいいタイプではないので、自分は勉強するときは質は担保しながら量っていうのも結構大事にしています。あ、ちなみにですね、集中する一つのコツなんですけど、自分は試験前とか、そういった大事なときは、まあ、通知も切って、携帯を別の部屋に置くようにしています。やっぱりね、実際は携帯が一番ね集中そがれるんで、絶対触れない場所に置くだけもだいぶ変わります。ご飯の、時と一緒に休憩するときぐらいしか、まあ、この1週間はもう本当にほとんど携帯触らずに過ごしてます。あとやっぱりずっと座ってるんで、まあ、ちょくちょく立つようにしてて、そうすることで血流良くなって、眠気も防げますし、あと集中も保てるので、結構それも、よくしてます。はい、ということで、ここから最後夜まで頑張りたいと思います。申し訳ない程度の目玉焼きで少しちょっとタンパク質補充しました。勉強しながらご飯食べます。いただきます。よし、
いよいよラストスパートだ。もうこの夜が最後だ。まあここまで、今週すでにおそらく100時間突破してると思うんですけど、その前も含めたらもっと、まあ、何百時間という時間をこのファイナルにかけてきてるんですけど、まあ、この期間でめちゃめちゃもう常に学びに学ぼうっていうことは自分の中で意識してて、まあ、医者っていうね職業はなりたい人が、みんななれるわけではないですし、まあ、このハンガリー医学部に、まあ縁あって入ってありがたいことに奨学金もいただけて、こういう風に学べる環境に、いさせてもらえるってのは、まあ、両親も含めサポートしてくれた、人たちのおかげなので、ちょっと綺麗事に聞こえますけど、こういった人たちへの感謝の気持ちとかも忘れないで最後まで、学びに行きたいと思います。尊敬してる人の言葉で、英知を磨くは何のため、君はそれを忘れるなっていう指針があるんですけど、その言葉を胸に、頑張りたいと思います。今の努力が明日報われて、そしてその先の自分の成長につながるように最後頑張りに行きたいと思います。もうここまで来たら楽しむしかないです。最後、しっかりと学びに行きたいと思います。頑張ります。皆さんおはようございます。ハンガリーの大学では、ファイナルの、口頭試問では、正装で挑むっていったような伝統があるので、このように、しっかりと続けています。いよいよ最後泣いてもらっても今日が本番。心の中ではめちゃくちゃ不安と戦ってるんですけど、試験官もあくまで一人の、人間なので、しっかりと笑顔で、教授から学びに行こうといった姿勢で試験に挑みたいと思います。この試験のために、ずっと準備してきたので、きっと大丈夫だと、信じています。努力は絶対に裏切らないと信じて、この試験頑張っていきたいと思います。会場に着いたので、今から試験頑張っていきたいと思います。それでは頑張ります。皆さん合格しました。よっしゃー、マジで嬉しい。あー本当に頑張った。疲れたよ。また全教科5を取って、しっかりとエクセレントグレードで今学期も無事終われました。これで1年生の教科、全部5を取ることができて、しっかりと1年生で本当に頑張ってよかったです。あのヒストロジーに関してはすごく厳しいと言われている先生に当たって、まあ、トピックも得意なものではなかったのでちょっと不安はあったんですけど、先生に呼ばれた瞬間に、もう絶対やったろうと思って、ちゃんとしっかりと強気でプレゼンして、しっかりと合格できたのでよかったです。まあ、アナトミーは結構優しいと言われている先生に当たって割とすんなり合格させてくれたんですけど、全トピックちゃんと準備はしていたので本当にちゃんと勉強しててよかったです。ということで、ハンガリー医学部の試験前1週間の様子をお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。1週間100時間勉強してもうめちゃくちゃ大変だったんですけど、しっかりと無事終わることができてよかったです。これから夏休みなのでちょっと休みながら YouTube の動画編集も溜まりまくってるので、これから頑張っていこうと思います。これで1年生が、終わりました。これから5年間まだ先は長いんですけど、しっかりと学び抜いて医者になるという、夢を、しっかりと叶えたいと思います。ということで、この動画が良かったと思ったらぜひチャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。 Instagram の方でも日々の日常などを上げているので、よかったらぜひ、フォローしてみてください。じゃあそれではI'll see you in the next video. Bye. 嬉しい。頑張りました。じゃあまた。